もういい加減にして。ごめんなさい。でもそんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます。ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくてそんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。あなたはこれから東京でアイドルになるんだよ。あの子、東京でアイドルに。でも本当にアイドルになりたいと思うなら、余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。忠告はしたよ。おい、大丈夫か。東京で芸能界に入るんだってな。え？いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね、私こんなところで泣いちゃって。俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ無理にとは言わねえが。うん、ありがとうおじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。私、ミサって言います。キリュウさんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっきいた女の人は東京の芸能事務所の方で、私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。その遠藤はえらく怒っていたようだが。当たり前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。そのことで叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私、幼なじみの先輩のことが好きなんだって。アイドルになりたくてレッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。でも私がアイドルになることを一番応援してくれてるのがその先輩なんです。先輩にはオーディションを受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれたんです。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと分かりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。アイドルになれるかどうか大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。それでもその先輩と会うべきだろうな。俺がお前ならそうする。そうなんですか。年を取ってから一番後悔するのは、やろうとしたことをやらずに逃げたことだ。多分な。そっか、そうなのかな。私、やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか。そう言うだろうと思っていた。
女が人に悩みを打ち明けるときは大抵自分の中で答えが決まってるときだからな。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう、キリュウさん。話聞いてくれてちょっと気が楽になった。いいんだ。じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。ちょっとやばいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわあ、おい、大丈夫か。何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねえんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい、村中。不良が気安く私を呼ぶな。そんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ？悪いけど今起きてること町で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすぎた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。ったく、頭の固い執事だね。けど
どうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから、行きますよ、お嬢様。カズミ、大丈夫だ、すぐに迎え起こすからな。クヒだ、つわものに酒振る舞わん菊の花、夏目漱石。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、キリュウの兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち、キリュウさんのファンになってしもうたけん。ああ、そうか。お前はええんじゃ、向こう行っとけや。なんよ、もう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物選なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ、世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり馴れ馴れしゅうされるのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。は？なんじゃ言った？どうかしたんか？昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？こいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ、こ
ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば菅のみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ、その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船、昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。おいじゃ松永、一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前ら桐生さんを店から出さんようにしとけよ。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ。桐生さん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ桐生さん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ、急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよクソヤシ。Peace!
しい味だ。悪く思うなよ。ま、待てよ。待ってくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道90点だ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが、それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠していることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おお。よく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。